今回は380話完一について、読者の反応集を紹介します。高評価チャンネル登録励みになりますので、お願いいたします。それでは本編へどうぞ。ジェントルの活躍が取られてるし、死血が参戦。待ってたよこの展開を。死血、来るって信じてたよ。シャーナガン今週も生存確認。稲酒見やはり来たか。待ってたぜ。ホークスのあれめちゃくちゃビビったぞ。常闇くんと同じ顔なったわ。死血来たー。死血来たー。しかしホークスがぶっ壊された時は一瞬ビビったぞ。ケミーありがとう。幻ホークスで笑った。常闇くんの顔。常闇のあの表情、コラに使われそう。なんでや。なんで誰もヤンデレラブラバを語らんのや。海外ミーム感ある常闇くんで草。ホークスあっさりやられたとか思ったけど、これ助けないと終わってたよね。声でけえ。久々のヒロアカ、いいねテンション上がる展開だ。しかしラブラバに常闇くんに、ちょいちょい挟んでくるなぁ。経営家の長代はマジ英雄。かっこいいぜ経営家。ファットチームの方行くかと思ったけどこっちでまだしばらく続くのかな。先生たちの行方も気になるから他の場所も見たいけど稲佐たちの活躍も見たい。マボロホークスならダビに伏せたよ。ジェントルのやったーラブラバ。ってセリフかわいいな。ホークスの幻クソワロタ。相沢とマイクを助けた白雲も熱い。落下するの放っておいてもしがらきの助けになるのにわざわざ助けたのが大きい。全部終わったら常闇くんはホークスを5発くらい殴ってもいい気がしてきた。いやでも別にホークスは今回何も悪くないんだよな。こんなん笑うわ。これはファン推しなどりちゃんいう顔ですわ。CV はこやす。古い少女漫画チックだけど線は最新の細さだから脳がバグる。このコマもいろいろネタに使えるな。眉毛長すぎね。チャームポイントを盛るのがケミーユーかもしれん。白雲復活フラグ来た？復活っていうか混ざっててバグってるからしがらきも相沢も助けるムーブが続いてる感じかね。どっちも友だからな。モノマくんが泣いている。相沢先生とマイク先生が倒されて泣いているのを俺は見ちまった。ズワイス、お前は一番やっちゃいけねえことをやっちまった。わかるか？モノマの目を開きすぎて出る涙じゃねえ。本当に傷ついて泣いてる涙だ。先々週くらいまではお前もかわいそうな奴だなと思ってたが前言撤回だ。お前は手足もろとも釘を刺し、尻から頭にかけて串刺しにした後に火炙りにして、首を晒し極刑にしてもらわないと困る。カッコモノマは気絶してるからあれ雷や。カッコしかもトゥワイスじゃなくてトガちゃん。カッコ全員トガが変身したトゥワイスが増やしたトゥワイスが増やしたトゥワイスが。なのでここにいるのおそらくトガ本人じゃなくトゥワイスやで。カッコそうなの？大量にいるやつの中身もトゥワイスなら、無口すぎない？ブチ切れ中のトガちゃん人格かと思ってた。処刑妄想書き込みしちゃうタイプやし。カメラに反応しつつ生徒の心配するジェントル優しい。経営かええキャラしてるやん。遊泳に入ってる子ってかに限らずどの子も責任感強いなってなった。まだ学生なんだからそこまで背負わなくてもええんやで、でも背負うからこその彼らなんだろうな。1ページ目のタイトルで寛一米印って書いてあったから注釈説明どこ？って思ってたけどケミーのとこで死ぬほど米印ついてて笑った。ラブラバは多分何も考えてないけどみんなが不安を抱えてる今こそ俺の希望ってでかいよな。折れてしまった人たちがたくさんいるし。ここからもバタフライエフェクトが伝播しそうよね。ホークスマジで死んだと思ってしばらくページめくれんかったわ。心臓痛え。マジで心臓止まるかと思ったマジ、幻。二人とも可愛い。後ろにいる塚内さんの絵が心配になる。これが同じ週に乗ってるんだよな。相変わらず画力たっけえ。こだわりを感じる。すごい感じる。再生ボタンとか、指ライダーとか、いろいろすっごい。線の太さも濃さも薄さも変幻自在かよ。イレイザーとマイクは遊泳からは退場か。そして泣いてるの雷じゃない？モノマ何か気絶してるっぽいし。モノマ救出してしっかり抱えてる吹き出しくんかっこいいよ。相沢先生とマイクにそして黒霧かっこ白雲が同時に消えるなんて特大フラグじゃないですか。3人でどこに消えたんだろうな。イベント発生フラグだな。
相沢先生とマイクの友情パワーで白雲に戻りそう。紙にメッシ書いてあるし普通に雷と思う。雷やね。物も守ろうとしてるコミックマンこと吹き出し漫画も熱い。頑張れ。エッチエッチでマジロートで賃金って感じ。この後ろの塚内さんの顔笑う。内心でクソビランぐらい考えてそうな顔してるが大抵の読者は恍惚のヤンデレ顔に目が行く。ケミーの幻は誰かの死を一回チャラにできるものだと思ってたからどっかで来ると思ってたがここで来たか。地味に予想してた。未来史で見たオールマイトの凄惨な死亡シーンは実はケミーの幻覚だった。カッコでオールマイト死亡フラグぶち折りが外れたけどもまあ所詮俺程度の予想だしな。ジェントルに剣が振ったわ。だってホリーがこんな絵描くから。ヒロアカアニメこの後すぐです。この手の笑顔って本編で描く気がない人が描くそれなんよ。こっち系なら本編でも描いてくれてええんやでホリー。常闇とホークスです。仕方のないことですが原画展の一時休業残念です。早く収まってほしい。ホリーって常闇くんのこといくらでもネタにしていいと思ってるだろ。かい。昭和の少女漫画に昭和のギャグ漫画。どっちのタッチも再現しててすげえけど心臓に悪かったぞ。この余白もいい味出してる。幻覚ホークスのとこで。ケミー。で数秒混乱した後叫んだわ。位置関係いまいち把握できてないけどダビって今もうそこそこオールフォーワン周辺から離れてる？炎を気にせずに稲佐の風が活躍できるかな。ダビとエンデバーに関してはいつだかの退治した時の今度は俺がの引き以降描写されてなかったはず。なのでどうなってるかはまだ不明。ありがとう。なんとなく離れた位置で二人で怠慢する流れかと思ってたから今回描写なしならやっぱりそんな感じなのかもな。ホークスが遠野引き離しといてくれって指示したことで死結も戦いやすくなるなら良い流れ。個性のオールフォーワンも人格混ざって新たな人格予想外と言ってたけど、本体にとっても予想外だったんかい。そしてやっぱり戦いは数が正義。負けフラグばっか立ててんなこいつ。ピクシーボブのドリューが出せない数の暴力が怖い。地面に触れてという野郎にも、土を動かし始める前に、ブワイスの群れに飲み込まれてメジャーで切りつけられるの怖すぎる。つまり手がなければ無個性というオーバーホールみたいな展開になる可能性も。食材の中で罪の重さを改めて思い知るジェントルいいよね。彼が犯した罪を贖うチャンスを与えられたのと同じように、罪を犯した事実も決して消えない。サポートかも最高だった。オールマイトに感じる安心感とちょっと似てるなって思っちゃった。マジでこれまで拭いきれなかった不安感が解けたような気分。死結の3分の2が、基本何言ってるかわからん言語センスしてんの笑う。獅子倉くん確か切り離した体の感覚はあるんだったよな。そこ変わって、指だけでいいから。言ってて、スピードだし、過ぎた、だって君に会いたか、好き。オールフォーワンですら騙せるケミーの幻すげえ。これ、お肉先輩の肉塊をホークスにあげてるシーンか、ちゃんと手前にお肉先輩も書かれてるし、眠くてよくわからなかった。このラブラバのせいにしたくないジェントルマジジェントル。後々ちゃんと書くんだろうけど、デクとシガラキの戦いも始まったようね。抹消がなくなって個性使えるシガラキはどんな感じか気になるとこだけど、ここでオールフォーワンを倒してほしい気持ちとオールフォーワンがトムラの元にたどり着くのを見たい気持ちがある。ぐるぐる？おめめラブラバイ。しがらきの意識完全に消す気だったと、井口くんもう一回切れていいよ。アッホークス、マボークス。やべえ解説あってもケミー先輩が何言ってるのかわからねえ。久しぶりの死結の皆さん、お肉先輩お父様大丈夫ですか？トムラ戦はまだオールフォーワンの意識があった時の方が戦いやすそう。ワンフォーオールを奪うまで殺さないよう手加減しただろうし。むしろ消滅を待つまでもない。今さら邪魔されるのも嫌だし俺が今すぐ消してやるよ先生。で、粉みじんになる可能性。ヒロアカって本当に面白いですね。皆さんの今後の考察も教えてください。それではさようなら。高評価チャンネル登録も、ぜひお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。